さあ、えー、本日のアンケートということで今日はですね競馬をやったことがありますかっていうことなんですね。はい。A。はい。やります。あ,ありますかとこじゃない。もう番内でよ。詳しいよ俺は。はい。A がはい、えー。B が、いや、やったことない。いいえ。どんな。沖縄にも帰るのバケンとか。ね。はい。B がいいええー。メールで参加する方はヒップアットマーク R 沖縄 .co.jp h i p r o k i n a w a c o j p、はいよえー、電話がですね098869-8640はいファックスが098869-2202となっておりますので 今日もですね、いつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのか、トントントンと言って予想もタッコ合してからに送ってください。見事ぴったしカン,カンの方にはお米券をプレゼントしておりますので、T サージに参加する全ての皆さんは、住所、本名、電話番号、はい、そして郵便番号をタッコ合してからに張り切って参加してみてください。誕生日は基本的に自己申告制となっておりますが、えー、年上の人。 は、えー、他の人が申告してもオッケーとなっておりますので、1時までに番内送ってきてください。お待ちしております。さあ、それじゃあですね。お昼のニュース行ってみましょうか。世の中どんななってるんでしょうか。今日は報道部ニュースセンターから近所七重アナウンサーです。ななちゃん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お伝えします。 はいナナエちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございますないだろうな <laughs> 競馬やったことありますないですねないですよねなな見たことありますテレビとかでテレビとかでは、うん、見たりするんですけどはいはいでもこの どう楽しんだらいいかっていうのが、うん、まだこう初心者で分からなくて、うん、いつか競馬場に行って応援できるぐらいまでになったら、うん、また楽しさの幅っていうのも広がるのかなと思います、うん、たまにねあの内市行った時にその競馬場の横とか通ったりするんですけど。はい あれ気持ちよさそうだよね。あの競馬ねそうですよね。本当に日向さんがおっしゃる通り、私もこう電車で通過したりとかはあるんですけど。うんうん、あ、なんかすごい広々としていて、うん、公園みたいな雰囲気もあるなと思って、行ってみたいなと思いますよね。どうします自分が勝った馬が。一着なったら。あ、本当ですよね。うん、なんかこう、もちろん賞金的な喜びもあると思うんですけど。うんうん、でも、この馬に対しての思いっていうのも。 おそらくこう馬券を買うぐらいになったらあると思うので、目足方はねいろいろ調べてますからねはいなのでそっちの感動も味わえるから。ああはあ そこはもう本当に涙流して頑張ったねみたいなまるまるみたいな声をかけたくなるんでしょうね。あの、うん、裏のストーリーあるからね。そ<う>なんか怪我から復帰したとかね。乗る人のストーリーもあるしね。本当そうですよね。うん、機種の方とのね相性とかもあるのかもしれないし、うん、そこまでにこう至ったこう。 サクセス,ストーリーみたいなところに心震えて、うん、頑張ったねーって多分泣いちゃうかもしれないですね。あんまりこういうなんていうのか勝負事というか、はい、やらないイメージがあるんですけど <laughs> 本当にそうですねやらなくて、はい、いや私はうまくいかないんじゃないかというか、うん、あの購入したとしても、うん、そこまでなんだろうガンとこう額が上がったりだとか、はい、いい方向に行く。 自信がないというか、うん、なので、うん、そうですねなかなか、うん、ないですね勝負事はいか<ー>、うん、つイメージができないってことそうですねビギナーズラックとかあるかなと思ってうん、うん、あの買おうとするんですけど、うん、いざお財布をってなるとそこで躊躇してしまうっていう小心者ですでも考えたらさうん、うん、趣味とかはほぼ勝負事じゃないですかうん、うん、あそう。 今考えたらそうなんですよ草野球もそうですし釣りなんてまさに勝負だからね一発をもらってるかとかだしそういうドキドキ感でみんな釣りしてるから例えば僕も車で遊びますけど車も例えば正式にタイム測ったりとかして順位がつくのでこれも勝負なんですよそうですよねそう考えたらなんかねゴルフもそうですしボーリングとかもそうだし必ずね数字が出て 勝負になるじゃないですか。そうですよね。何かしらのこう結果がこうあってほしいってこうそれで望むわけなので、うんうん、そうですよね。おっしゃってる通り、おっしゃってる通り本当に勝負ごとですよね。そういうのあんまりやらないんですか。あ、はあ、そうですね。まあでも、はい、楽器をあの中高校生時代やっていて、はい、吹奏楽部でクラリネットを吹いたりしてたんです,いいですね木管楽器はい。はい。はあいであとはまあピアノも習ったりしてて、うん、でそうなると コンテストとかコンクールとかチャレンジする機会が出てきて、そういうところでは結構頑張ってましたね。僕も中学校の時吹奏楽部ですよ。あ、そうなんですね。はい、僕トランペット吹いてました。え、リップさんそうなんですか？はい、そうなんです。あら、コンテストとかコンクールとかありましたね。うちはいつも金賞あったね。あ、うちもなんですよ。金取れないんだね。難しいんですよね。本当に。発表の時に。 先生が金賞賞と銀賞あのアナウンスで聞くときに聞き間違いがあったら困るので「はい、手をあげます」っていうふうに言って「金賞」のところは「手をあげますよ」っていうふうに言って金と銀の聞き取り間違いがないようにうないようにっていうことでああああいつも先生手をあげてくれないかなと思って注目してたんですけど一も銀止まりでしたね。 なんなんだろうね、うん、このなん突破できないやつ本当です、ね、ずっと銀だったんですうちうん、うん、今年こそはいけるかなとか言われてて、はい、何なんですかねあれね本当ですねまあうちもそうだったんですけど、うん、結束力みたいなところもあると思うんですが。うん もうこの練習へのやっぱり熱の入れようかなというふうに思いますね。そうだね。うん、まあ、多分もう、あ、こんなのみんな一緒だと思うんですけど、どんだけ練習したかでしょうね、うん、多分ね。本当ですね。やっぱりこう積み重ねているのが。うん、金賞をもう連続して取っている団体とかは。もう本当に寝ずに練習しているのかなっていうぐらい、すべてを。<laughs> ね。<laughs> 捧げているみたいなの、周りからやっぱり他の学校から聞いたりするので。うん、あ、そこなんだろうなみたいな。 うん、うちはまだ気合が足りないのかなって思ったりしました。ねまあ、俺なんか時代なんても、もっとスパルタの時代ですからね。うん。本当そうですよね。あ、そっか、そっか。じゃ、あ趣味で。なんか、この勝負事、まあ、気づいたら勝負事なってるとかみたいなやつはないんですか。そうです。大人になってからみたいなところですね。あ、でも。でも、ごめんね。はい。手芸。まあ、今時手芸やる人いるのかわからないですけど、手芸とか別に勝負ではないのか。あ。確かに、手芸でやるやつ。 あーでもうまくいったらなんかこう自分に勝ったみたいな、うん、そういう勝負こもあったりするのかな <laughs> 自分と自分との勝負になってるんだそう,そうですね盆栽とかそうそう盆栽とかもそうなのかな、うんうん、あそうかそういうのもあるね確かにねあるかもしれないですね、うん、まあ手芸はあんまり得意ではないので、うん、それこそこううまくいったらやった自分にちょっとなんかこう 何かしら勝てたというか長年大変だったところ乗り越えられたみたいなのありますねでもそういうのもいいな,ん,あのなんていう人とこの競うやつもまあ楽しいっちゃ楽しいんですけどそうじゃなくてもう一人でもずっとずっとやるやつうん黙々と。あう自分の中だけで基準があって。うんはい わかんないやったことないからわかんないですけど、盆栽とかもなんある絶対あるでしょ。うん、もうちょい枝こんなしたいなとか。そうですね。まあでも盆栽はなんかあれがあるからな、なんた大会みたいなあるじゃないですか。確かにいろいろね当たりしますよね。コンコールみたいなやつあるさ、ええ、あれも結局あれ目指して頑張ってる人もいるから。どうなんだろうね。そうですね。まあそれでいくと、まあ私はベリーダンスをずっとやってて、その時にあのいろんな動きに合わせてこう、うん、まあ技というか。うん それぞれぞですねこうパフォーマンスのこう規模感が変わってくるんですよはい、はい、で自分の中でステップがいくつかあって、うん、あの子くらいのレベルになりたいと思って練習していって、はい、やっとできたってなった時は。うん あ頑張ったっていうすごい達成感と昨日までの自分に勝てたみたいなところがありましたね。ダンスとかそういうとかあるよね。そうですね。もやらないんですかベリーダンス。ベリーダンス,スは今家で DVD を見ながらちょっと取り組み始めてます。はい。いいですね。はいあの過去のまああの。 コンクールじゃなかったです発表会とかそういうものの DVD が残ってたりするので、うん、それを見ながらちょっと踊ったりだとかしてますねどうですか体は覚えてますか <laughs> なんとなくなんとなく覚えてるんですけど、うん、なかなか動かないですねやっぱりあいやあれだって健康にもいいからね、うん、そうですねやった方がいいですよそうで翌日筋肉痛みたいな聞いてますねじゃあね聞いてますねわかりました、うん、はいありがとうございましたはいありがとうございました。 い,やいいいやですねこんなんやったほうがいいなやっぱり、ね、年を重ねていくとねいろんなことのあ、まあ、遊びというか趣味というかそういうのはやったほうがいいですよねなんかねんはい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから近所七重アナウンサーでしたさあ、えー、本日のアンケートですねあなた競馬をやったことがありますか A がはい B がいいえさあそして「昼ボケ農大」えー「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」 でボケてくださいもうこれめちゃくちゃいっぱい来てるんですよ電話超かやぐらい来てる1日ですよ本当に真面目になのでふるって参加してくださいはいでですね T サーチパラディスでその日のアンケートをメールで配信しておりますので配信希望の方はメールの件名にマキメール希望と書いてお送りください またですね、負けメールが来ないよという方は番組のアドレス hip at mark r okinawa dot co dot jp からのメールをですね受け取れるような設定にしてみてください。よろしくお願いします。はい、本日もアンケートを、を昼ぼけともに張り切って参加してみてください。ゆたしく。えーあと土曜日か昼テレビでやってんの。あれちらっと見るぐらい。 ですね、あとさっきも言いましたけど内地行った時に「ああこっち競馬場か」っつって「広さ広さよ」っつってであのー、なんかこのグランドみたいなところの後ろの方には馬のいるところがあってあっちまた人が引っ張ってあっちゃっちあちから今からウォーミングアップかなとかそういうの見たことありますけどねうんそれぐらいですかね、うん、はい行きましょううちのリスナー特に内地のリスナーいっぱいいるんじゃないかなやったことある人「バッペタ下手した馬むっちゃんだっていう人もいないかなと思ってるけど、うん えー、一発目 <laughs> すぐ <laughs> すぐ反応し失東京からはんちゃんでしたはいこんにちはついにこのテーマでティーサーツに投稿する日が来たということでアンサー A 相当待ってたんだね投げやってるけど競馬に関するアンケート多分初めてじゃないかな多分、えー、ということでアンサー A 二十歳から足掛け30年余り毎週毎週見てきました ええー、馬はいいよ応援していた馬の息子娘さらに孫や姫孫へとずっと応援していけるからだからやめられないいろいろ言いたいけど今日はこのぐらいで今週日曜日は福島競馬場の指定席が当選したので行ってきますもちろん馬野郎を聞いてから出陣しますではまたはいえー、っとタイトルはですね最近は馬娘のアニメ見て泣いちゃうんだよな 馬娘のアニメって何ですか？馬娘のアニメは泣けるんですか？馬娘ですよ。馬娘ですよ。わ、はい、かる？馬が娘になってるんですよ。馬が娘になってる。<laughs> そのままやしや。<laughs> マジで？可愛 <laughs> い,い娘になるんですよ。え、娘馬だったらやくない？ああああ。で走る。全然いるから。あ、マジで？<laughs> あそう <laughs> 今の話では全然俺興味そそられないんだけど <laughs>、えー。えプルプルゼリーいちご味さんこんにちは。未来の私のお友達の皆様こんにちは。アンサー A を内地に住んでる時に一度連れて行ってもらったことがあるよ埋まって綺麗だね。確かにねこれ綺麗っていうのはわかる美しいよね走ってる姿あの後ろ足とかのなんだあれ筋肉美とか。 毛がつやつやしてるところとか、立て髪がなびくところとかね。はい、ありがとうございます。うまうまじらーの人は見たことありますけど、<laughs> 僕もどっちかといえば誰がうまじらよや。<laughs> だね、レスナーさん、ヒューフミさんとけるじゃないですか。見たらなんかあ競馬だなって <laughs>。ふと浮かんだりしますけどね。<laughs> 皆様ごきげんんよよう、ちちかさと申します。こんにちは。朝から雨だね一雨ごとに気温が下がるね指摘オナさンサー B だけど日曜日の競馬中継毎週見てる面白いな三連単とか三連服は合ってるから読み方とか用語が全くわからない大穴をわかる東京にいたけど競馬場行ったことなかったさ後悔してる夜景も時間まで読んだねということではいかさようさんありがとうございます。 うん、毎週見てる日曜日の競馬へえちらっとは見るけどずっとは見てないなあ、うんはい、ありがとうございます何かあるんだよね三連単とかこう書い方がねうんにちはなんか雨を何日ぶりに見ただろうだからね久しぶり朝起きたら雨っての超久しぶりですさえー、さてアンケートのマイアンサーは A 型エンジンの A これも競馬やったことになる内地にいた時友達が競馬場に行くからっていう時についでに自分で選んだ番号行ってお金持たせてやってもらったことはたまーにありましたね大体2,000円から3,000円の範囲内でやっておりましたねただ直接競馬場に行ったことはまだないですねテレビで見ていたら何万人の大観衆がいるからすごいよね毎週はん集まってるからあれはもう超大型の野外フェスだよね ところでヒープ白尺の馬はいつデビューですかうん馬から買わんといけんな <laughs> 勝ったとてまに置いとっかな馬車みたいなカバーかけて置いとくわけにいかないんだよねうーん、はい、ありがとうございます確かになあれ何人入ってんだろうね競馬場皆さんこんにちは京都市の静香ですはいこんにちは今日は馬野郎で言ってた通り競馬特集ですよねずっと楽しみにしていましたはい 静香さんも何馬好きなの多分ですけどアンサー A 競馬大好きです日付変わって今日は休みでいつものように目覚ましをかけずに寝ると下手すれば午後2時とか3時とかになるんでまあ頑張りますが保険で先に送っておきますこれ昨日の夜中1時40分に来てるなこれ <laughs> 前倒し鬼だなや イーブーさん全然興味ないと思いますけど競馬も車とためはるぐらい奥深いんで2人の話を聞いてあげてくださいよろしくお願いしますということでえもしかしてじゃああのふた2人が来るんですか馬野郎の2人が、えー、楽しみですねはいコマーシャルですはい本日のアンケートをですね「競馬やったことがありますか?」「A がはい B がいいえ」というアンケートを取っているんですがやっぱり競馬といえばこの二人ですよね。えー、じゃあすすいいまません自己紹介お願いしますはい 朝日曜日の朝7時30分から放送中、馬野郎から長浜宏樹です。よろしくお願いします。そして。 ウエハラシエです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に馬野郎ですよね。はい、馬野郎。ヒプさん聞いたことありますか。もちろんですよ。ありがとうございます。毎週聞いて、もう全部録音してますよ。あ本当ですか。はい。先週のオープニング我々何喋ったか覚えてます。覚えてますよ。カキの話ですよね。こだもののかけ食べた話でしょ。してないですね。しむいな。はい。あれ、もう競馬以外の話全くしないんで。あ、そうなんだ。馬野郎では。 あ馬の話してたね,たね馬の話だけやってたんですねうれしィ T サージパラダイスに出られるなんて人生の勲章みたいなもんですからいやもう寝てからやあっちこっちにどんどん、うん、本当に行 <laughs> っても今日喜びでいっぱいで。 のいらないあちちこ出るかやそんな格が違いますから善子さんが G1 レベルだとしたら僕は本当に2勝クラス1勝クラスくらいのこれも分からんけどこの例えに説明しても G1 クラスって何ね一番上のクラスってオープンクラスっていうもう言わゆるテレビ中継に出るようなあそううまいろっていうのはちなみにどんな番組もしかしたら朝ちょっと早いんでこれ聞いたことないなっていう僕みたいにまだ聞いたことないなっていうもないです簡単に言ったらですね 競馬の話を専門用語の補足情報なしでずっと喋ってるって番組ですねなんで補足しないわこれはだからいったどうで勉強しないって朝7時30分から聞いてくれる方ってもともと知ってくれてる方なんじゃないかなっていうのがあってわざわざ補足はしないっていうのを決めて番組スタートさせましたわかったあれと一緒だハンダの野郎と一緒だあそうですねそうですねあんな感じだマニアックなところでっていうでも あの、一緒に喋ってる上原周平さんのおかげで、うまいろうが始まったんですよ。はいはい、なんで。これは僕が、はい、えっと、ひろきさんと、こう、日本ダービーっていう。あ、これは聞いたことある。大きなレースを一緒に見てて、で、その、次の、このレースは、僕ら二人とも馬券は。ダメだったんですけど、はいはい、その、次のレースで、ひろきさんが的中して、<う>そのままの流れで。はい。えー、ひろきさんと飲みに行って。うん。 った勢いで競馬最高だなって言ってもうラジオで競馬番組しましょうよって二人で盛り上がって盛り上がってできたらいいですねって話して周平さんがその場でラジオ沖縄の部長とか社長とかに電話しちゃったんですよ酔っ払ってる時に酔っ払って一番迷惑なやつですよね翌日周平さん頭抱えててやってしまったみたいな酔っ払ってるからなすいませんでしたっていうふうに部長に電話かけたら部長が「あの話進んでるよ」ってなっておっ で見事それで約半年後に番組スタートみたいなマジか行ってみるもんですねって俺も飲んでから車の番組やろうって電話し終わっすマジであそうよかったゼロじゃないかもしれないですだからよかったねそうそれでもう半年くらい経ちますからね番組始まって幸せ感じてますよあそう競馬歴はどれぐらいなんですかヒロキは 僕はあ馬券はやっぱり大人になってからじゃなくてダメなんですけど<ー>僕は十歳くらいから見てる <laughs> 競馬競馬はいあんなにな <laughs> はい小三小四とか <laughs> だって十歳くらいの時でオッケーな別にオンエアとかしてないでしょしてないですねけど <laughs> ダービースタリオンってゲームがあってゲームかそれを友達のお兄ちゃんがやってて <laughs> あなんかレースしてるなとかなんか 種付けとかやってるなみたいな10歳10歳じゃないと決闘って楽しそうだなみたいになってそれでですねい。あそう周辺は僕はもっとライトで本当十何年かですね競馬歴でいうと最初に見に行った時のなんていうの印象あそう僕それこそ本当に分からずに競馬場に行ってそこで初めて見てもうそれでハマったって感じですはいどこがハマ何がハマったの いやもう単純に馬が走ってるんですよ目の前をそりゃそうだろ競馬ってそれ以上言うことありますから単純に馬が目の前を走ってるんですよだって世界陸上とか見るじゃないですか見るよめっちゃ盛り上がるじゃないですか同じですよ馬が走ってるんですもん目の前で違う違う違うあれあれ世界陸上は同じ人間がここまで鍛えたらすごいこんなにいいタイムが出るんだっていうところですげえなってなるじゃないですか同じではないさ馬馬さ馬なんですけどあちは馬は速いよいや でもこの一頭一頭ストーリーがあったりするんですよ。あ、さっき言ってたやつだ。はいはい。あ、そうメールでもありましたけど。それでなんか下手すればみんなお一個目一個に見えるっていうか。こいつのお父さんも知ってるし、おじいちゃんも知ってるしな。あ、この二頭は兄弟同士だからとか。そういう気持ちになって。そういう血の流れをスポーツってはい言われるぐらい。マジかそんなとこ見てんの？ただ早いなじゃなくて。そうなんです。だから僕がその競馬を見始めた時に走っていた馬の。 こう三代後っていうんですかねああ孫ぐらいひ孫いやし孫ぐらいが今走ってるんですよ。ああってなったらもうそいつの人生丸ごと受け止めてるくらいの気持ちになってそういう情が湧いちゃうっていうのもいいですよね。<laughs> えー、<laughs> いやいや全然違う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 違面影とか残ってんのそれ <laughs> 面影は残ってるわけないですけど。 ないですけどあでも走り方がね似てたりするよねこの戦争が例えば、はい、ディープインパクトって知ってますよねディープインパクトの子供はやっぱあの最後の末脚とか足が速かったりとかそういった特徴,い特徴を受け継いでたりするんですよやっぱりへそう全然そんなとこ見てなかったな俺、うん、思い出の競馬名馬エピソードああ これ一番もこのレースは最高とかこの馬は最高っていうああいろいろいるんですけどね強いて言うならウォッカっていう馬がいいるんですよウウッッカウォッカっていうメスの馬なんですけど競馬ってオスメス関係ないの一応一緒に走れますただメス限定のレース牝馬限定のレースがあったりするんですけどウォッカーは牝馬で,、はい、で日本ダービーも出られるんですよ メスでももうほとんどもうほとんどほぼ全部オス馬買ってきてるんですけど近年唯一買ったのがウォッカでそういった名馬がいるんですけどウォッカが走ってる時に東京競馬場の近くに僕住んでて毎週くらいもそうなんだ毎週くらい東京競馬場の周りに狙って住んでたんですけど行ってたんですよね開催中は。でウォッカが走っててその時にやっぱお金がなくて。 ウォッカが勝ったレースがあってその時に馬券取ったおかげで、うん、その月の高熱費払いました <laughs> っていう本当に僕のライフラインを助けてくれた馬って意味ではデージ現実的な話は有名じゃないやし全然いいやデージリアルのウォッカがいないと本当に今の私はいないというか命の恩人なんだな命の恩人なんだ周辺は,いえー、はあ僕もいっぱいいるんですけど、うん、まあ最近で言うとイクイノックスっていう これは品質単語ですねこれ先週にちょうど天皇賞っていうレースがあったんですけどそこで勝った馬がイクイノックスっていう馬なんですけどこの馬がめちちゃゃく強いんですよこれ先週もみんな気づいちゃったんですけどディープインパクトより強いですね。というんもう日本の世界の現代競馬の決勝かもしれないっていう強いっていうのはどのレースに出ても1位になるってこと そうですね今もう5連勝中ぐらいしてるんですけど g 1っていう一番くらいの高いレースをずっと出続けてずっと勝ち続けててしかも国内だけじゃなく海外のレースも勝ってるんですよ。はあで世界ランキングがあるんですけど今1位がそのイクイノックスって日本の馬なんですよマジで世界ランンキグあるのあって1位はあそしてこの前のレース世界レコード出しましたからタイムってことタイムはい 2,000m って大体2分前後で走りきるんですけどイクイノックスが1 分五十五秒二っていうタイムめっちゃプ。それまでのレコード一秒以上。馬の、うん、まあ、五馬審査六馬審査くらい、これまでのレコードを縮めたんですよ。一秒でこんな離れるの?。めちゃくちゃ離れます。五<ー>馬審査。で、マラソンで例えたら、ああみんな今人類が二時間切ろうと頑張ってるじゃないですか。ああイクイノックスは、その、マラソンで例えると、一気に一時間五十分くらい出ちゃいましたっていう感じなんですよ。あ、そんなすごいことなんだ。お化けも。そうです。大谷翔平です、本当に。じゃ、もう、これ買えばいいさ。 それ買ったらいいんですけどこれこの件買えるんで単勝が1.1倍とかなんですよ単勝が1.1倍100円買っても110円でしか戻ってこないんですもうこれねそう強いのはちょっと儲け率がなんかあんまないんですよそうなんですよ我々みたいなものは強いって認めつつイクイノックスが負けたらどうしようっていうので馬券を組み立てていくんです我々みたいなものは死に聞きたいけどよもう時間が全然ないです イクイノックスのお父さんが北サンブラックって話もしたかったですね。うもう初めて見て終わったディレクターが一回 CM っていうカンペ出してるごめんなさいごめんなさい。後半も <laughs> また半 <laughs>、はい、後半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 しま後半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 で半後半ま半後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  はいということで今日はね競馬やったことありますか A が「はい」「B が「いえ」ということでねいいですあもうみんな X でもみんな結構詳しいな激金さんワンワンそのウォッカーを力でねじ伏せた「ダイはスカーレット」が好きうーんうんうんってああそう、えー、チームトりドシクロちゃんです、えー、皆さんご機嫌いかがこんにちは アンケートの答え決まってるのへそっかクロちゃんもかおいらは競馬歴34年です毎週土日は競馬やってますよもちろん馬よろも毎週聞いてますよ昔埼玉の実家から競馬のために東京都府中市へ引っ越しました広木みたいだな歩いていけばお金を全部使っても大丈夫だからねあのころ、えー、な何て言うんでしょう旧社旧社<車>だっけ まああの給車関係者やジョッキーなんかともたまに飲んでたな。ヒーブさん、今度ラジオでは読めないいろいろな話をしましょうね。それでは番組最後までお決まりやす。何 <laughs> ねえラジオで読めないいろんな話って。こっちはよあのこっちじゃなくて馬野郎に送って読めないのはあれなんか読まず多分 <laughs>。<laughs> はいありがとうございます。もうみんなハマってるな。はいじゃあコマーシャルです。 みんなリスナーさんが X で「おお来た馬野郎の二人」とかいろいろつぶやいてますよ川崎のしおんさんもあと SO さんが小学生の頃からヒロキーがうまうましてて全然意味は分からんかったし競馬のゲームやってる時間暇だったな友達なのえっーああだからかだからこんな <laughs> <laughs> 何が何がだからかよえ <laughs> え、ね アンンキモポンスの妻さんヒップさんこんんヒプこにちは,こんにちは今日のアンケートアンサー B。競馬はやったことがありません。テレビでちらっと見たことがあるぐらいのレベルです。でも、TikTok で、怪我をした馬が騎手の肩を下ろしてから自分は崩れ落ちるような感動シーンっていうのをよく見ます。こういうのは馬は当たり前にするんでしょうか紳士ですね。あ人を落とさないように下ろしてから自分は崩れ 落ちる愛な、ええ、うま優しそうな顔してるもんね。なんか、まつげ長い動物は優しそうに見えないなんかキリンとか、でもデイジーキリンつ吐くってね。<laughs> <laughs> <laughs> あ楽だかあれは。鉄人金本さん、ヒーブーさん広樹さんこんにちは。ファイヤー、今日も行けてますね。チョコチップクッキーあげましょうね。一回ももらったことないな。アンサー B、やったことはまだないですね。 ただテレビで見たりするのは好きですよ。ああ、これ読めないね。サツキ賞合ってるうん。天皇賞喫花賞合ってるうんの、とかの G1 レースとかは歓声がすごくて、馬券を買ってなくても見ているだけでも興奮しますね。僕がまた小学生だった頃に、ミスター CB という馬がいたけど、あ、聞いたことあるぞ。この馬が強くて僕の中での最強馬ですね。ひろきさんミスター CB 知ってます知ってますもちろん。ん伝説の、レジェンドの馬。 ーはーカール・ルイスみたいなもん時代的に言ったらね、うん、俺なんか時代カール・ルイスだからねジョイナーみたいなもんだな,多分な <laughs>、えー、こんににちちは猫のデコが好きですこんにちはアンケートを B やったことないけどネットで買ってみようかなって考えていたところネットで買えるんですね沖縄でね。でも 競馬自体よくわからないしどの馬がいいのかもわからないけどさもしネットで買ってひそかに当たれば来月の子供たちのクリスマスプレゼントや旦那さんの誕生日に何か買ってあげれるしもう当たった後の話してるけど、えー、月にかける金額決めてやってみようかな。はい、猫のデコが好きさんありがとうございます。いやあれなんか二人が相当ハマってるんでやっぱそれなりにそういう魅力があるんじゃないですか多分。うーん でもなあれなんかぐらいの間に合わなってきたらこの別になんかあのお金を何倍にしようっていう気あんまりない気がするんだよなもうこの馬に対する思い入れがよまあ3世代後の馬の話正月とか集まったりするわけみんな文中でああはい続いては沖縄方面のおしゃべりキッチンのコーナーですどうぞ。 はい。一時になりました。T ーサージパラダイス。午後の仕事もですね。車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。ババンのコーナー,、えー、ラジオネーム、ペットルボットルさんのスーパーで咳コンコンしていた息子に話しかけてきたおじいにババン。風か風コンコンにはニンニク食べなさい。って言いながら買い物袋をガサガサして、 ニンニクでもあげるのかなと思ったら油脂豆腐の位置を直しただけだったはい <laughs> 紛らわしいばよこのタイミングでガサガサしたら <laughs> なんかくれるのかなと思うよや <laughs> はいさあではアンケート戻りまして競馬やったことありますか A が「はい」B が「いいえ」あのー、だ誰だ,だ,だったかな X で「何馬券買ったことあるか?」ってことそれとも馬持ってるかってこと っていうことなんですんなかなかいないと思いますけど、馬持ってるっていう人でもいいですよ。別にいらっしゃるんであればね。はい。青切りみかんさん、ヒップさん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日のアンケートは b。おじいがバクチャーでして、苦労した。おばあの遺言書で賭け事はするなと言われているので、競馬なんてしたことありません。だけど、うちの1個目1個は？ 馬娘にハマって競馬番組も見ているってばはい青桐みかんさんおじいのせいでね <laughs> はいこれさっきねちょっと見せてもらったんですよ馬娘本当にそのままあったな <laughs> 嘘でしょって思うぐらい娘が走ってたよ <laughs> 名前もちゃんと馬の名前なんですよねあれね はなんかねアニメ好きまあもちろん競馬好きあーゲーム好きなんだろうなこの育てるゲームとかいろいろね自分でね可愛がって育て,ていくゲームが好きな人とかいろんな人に刺さってるらしくて大人気みたいです本当に <laughs> マジでそのままだなって思ったけど死に走っっっててたなねねめっちゃ走ってる、ね、これ考えたやつすごいやつさ。 皆さんこんにちは。唐辛子農家魚雷です。こんにちは。アンケートをえ、ほら、馬娘の影響で推しの馬ができました。彼が走るときは200円の応援馬券を買って応援します。応援馬券には、頑張れと印刷してあって、より応援に力が入ります。推しの子は、ディープボンドという、 サラブレッににしてはやけにのんびりした馬でとってもいいですのんびりしているのでそこそこ速いんですが飛び抜けて速くないのがまたかわいいんです。で時間まで縛りよう。もうこうなってくるわけですよ結局どの馬でもいいから勝てばいいやじゃないわけよなんかみんな好きな馬が出てくるってことですよだからねええ競馬の馬でのんびりってもあるわ。<laughs> <laughs> こ向いいいてななんじゃないかのんびりしてたらダメじゃないの前前いいっかみたいな感じになるんだ設定も <laughs> まあまあ馬にも性格あるだろうからなお疲れ様です大阪からチーム取り出しはやぶさのノガぽんです今日も頑張ってるね今日ねこのラインのメンバーが死に反応してるんですよ <laughs> クロちゃんとかハンちゃんとか終わった同世代ぐらいのおじさんターがうん<あ>してアンサーもちろんのええ ほぼ毎週日曜日のメインレースだけ買う感じです。たくさん買うと外すことが多いので集中力して2、3レースだけ買いますよ。ヒブさん、オイラの持論だけど競馬は強い馬を買うんじゃないよ。その日のその時にそのコースのその距離で一番にゴールを駆け抜ける馬を買うんだよ。強い馬を買ってちゃ勝てない。つまり同じ出走メンバーでも短距離か長距離か、あるいは晴れか雨か、右回りか左回りか。 芝かだとか東京競馬場か京都競馬場で全く結果が違うわけさ、ええ、例えば東京は最後の直線は長いけど坂道京都と第3コーナーからえー坂道だけど最後の直線はフラットとか札幌は洋芝で長いけど東京の芝は短いとか馬の適性がいろいろあるわけさこの前のキッカーショ翔と同じ日の東京メインレースで万馬券だったブラジルカップの馬券を貼っておきましょうねこれ ああ、と、さっきのあれで、三連服。ああ。三連服で買ったの、これな。これ見ても、あんまり見事ないけどな、これ <laughs>。ええー、初めて、こんな件なってんの、これ。的中って書いてある。的中って書いてある、当たってるってこと。いくら儲けたの、そして。あ、これ書いてある値段、これ、これってこと。これ。あ、これ当たり期間、どうから、ね、これね。 あの業者に聞かんと。<laughs> 後から業者が二人来るから。<laughs> <laughs> はい、わかりました。すごいね。おったりすな、おった同世代のおじさんたちのハマってるっす。あ、すごい。はい、ということで、では <laughs>。こういう、こういうのがあるわけですね。これは何これの。馬娘のテーマ曲みたいな。ってこと。あ,ね、あ、なるほど。 はいヤマサのシゼットさん、京都市の静かさん、はい琴吹まいまいからのリクエスト、馬娘で馬っぽい伝説入りました。はいティーサージパラダイス順調にお届けしておりますが、この時間もですねスタジオにねえの県県内の馬の業者の方が <laughs> <laughs> 来ておりますの番組ね馬野郎のパーソナリティの長浜博之さんと上原周平さんです。よろしくお願いします。お願いします。全然喋り足りなかったでしょ。 まず一応「うまえろう」の宣伝会ちょっといいですか「うまえろが毎週日曜日の朝7時30分にやってる番組でその当日のレースの予想だったりとかあと先週のレース解雇とか今週に寄せられたメッセージの紹介とか競馬のニュースを紹介するみたいなあもう本当に競馬特化した番組なんですと 意外と沖縄出身の方で北海道で育成牧場を営んでる方とかかりうしファームの大城さんって言うんですけどあと淡路島でもそういった牧場を営んでる方がいて淡路島は育成牧場北海道は生産牧場 GM ステーブルのギマさんって方がいたりとかして県内出身で県外で活躍してる方に電話をつなぐみたいなコーナーも。ちゃんとと沖縄この競馬をないでる ってこんとして、ね、競馬ファンが点在してると思うんでそこ、うん、ギュッと固めるっていうテーマも実はあったりするんですなるほどさあそんな馬が大好きな皆さんに「耳寄りりなお知らせがありますね、うん、はい、はい、沖縄在来馬を知るシンポジウム2023」というイベントがあるということこれ、はい、前もやってたよね。 これ毎年やってますねすごいよね一昨年もやってはいこれどんな内容なんですかこれはですねまあ夜中馬とか都馬とか沖縄ってこの在来の馬が結構いてでも今数は少なくなってるんですよでも琉球の時とかって一大バサンチで大陸とか輸出してたくらいなんですよあ、そんなに馬いた本当にたくさん馬がいてで生活とともにあって沖縄と馬っていうのが あでもなんか俺聞いたことない戦争の時にいろいろなんか借り出されてそうなんですよ馬もたくさん亡くなったっていうねあああああとそういうまあ歴史的な話を聞けたりとか今の在来馬をどうやったら活用できるかみたいな話をまあポップにやるという進歩的ですねはいいいですね基調講演が吉永美智子さんノンフィクション作家はいで第二部がパネルディスカッションということで広きコーディネーターやるわけですねはいあ中身のカーナー司会っていうカーナウもね毎年はい このノンフィクションサッカー吉永美智子さんというのはあ、吉永さんはもともと競馬記者だったんですよねおはい 競馬専門誌勝馬っていう専門誌の記者なんですけどで今今のところでテレビとかでもコメンテーターで活躍されていてそういった方が基調講演をしていただける在来馬と日本人っていう在来馬って読むんだねこれ在来馬ですね在来馬じゃあそう在来馬なんですねほんでもう一方すごいゲスト元ジョこれはね上いよねこれがすごいんですよ元 JRA ジョッキーの岡部幸男さんあの 可能です。ヒップさん全然ピンと来ないけど。ヒップさん。いやいや。例えばて言えば野球でいった誰みたいな人。大長嶋です。二人分ってこと？過言ではないかもしれないです。そんなにすごいももカリスマ。もうレジェンド。ンドはい。伝説的な。 シンボリルドルフとか乗ってましたしあ聞いたことあるなこれも東海帝王そういったも一流のジョッキーがまず沖縄にいるなんてという竹井豊さんってパッと浮かぶけどそれのも大先輩ってことですねそうですねはい。これすごいよねみんなねこの岡部さんのこと知らない方も多いんですよ競馬知らなくてイベントにいらっしゃる方とかはなんかちっちゃいおじさんっていう風に見えてるかもしれないんですけど機種でもちっちゃい方多いもんねカーナーともやっぱり岡部さんのこと分かんなかったから いつも毎年控室で岡部さんはこういうすごいジョッキーでっていうのを動画を込みでいつもレクチャーしてるっていう控室めちゃくちゃすごい人だよ岡部さんがいるなんても信じられないっていうレベルですねこの方のお話も聞けるとパネルディスカッションでねこれじゃあ日時の詳細と申し込み11月の12日日曜日12日日曜日で午後2時開演ですねで30分前に開場しております場所は琉球新報ホール で定員が300名でで入場無料ですおーすおごいじゃん、まあ、ただ申し込み先着順なので、はいまあ、当日入れる可能性も十分あるんですけども念のため、えー、申し込みをしておいた方が安心かなというふうに思っております、はいえー、電話番号は09886552138655213詳しくは琉球新報の紙面をご覧になってください、うん、僕もコーディネーターで入りますので、はい、今日の、ねはい、新報にどんと広告が出ておりますのでそちらもチェックしてください馬も来ますはっ実際に薄くや与那国馬かな が来るんですよシンポ,ーホ,ーシンポーホールの真下の方にイベントスペースにああびっくりしたホールに入るのかなと思った、まあ、戯れることもかできるああ<ー>、うん、いいですねこれさっきねタイトルが「沖縄在来馬を知るシンポジウム」って書いてあるんですけど「うん、沖縄の在来馬」ってのはどういう特徴があるんですかなんかちっちちちっっっゃゃいいいて聞いたけどサラブレッドよりもちっちゃいです でポロンとしててで性格も穏やかで八種類しかいないんですよこの日本の今在来馬ってそのうちの二種類が沖縄にいてそうなのそうなんですよ八種類のうち二種類沖縄にいるのそうですそうですサラブレッドは速く走るために品種改良された馬なんですけど各地方地方にそういう在来馬がいて働く馬というかそうですそうですへー俺ちっちゃい時そういえばお馬歩いてたよえあのなんかサトウキビとかあんなの畑耕とかさ あでそういう使われ方もしてたでしょう、ね、歩いてたよ普通に、うんえー、あと琉球競馬ってあったんですよ昔あ聞いたことある、うん、あのあれよね速さを競うやつじゃないやつだよねそうです美しさを競う,いう、ね、聞いたことあるあれも有名ななき神がどっかでやってたやつでしょい<や>これも沖縄で上原さん何カ所だって198カ所ぐらいあよ <8? S 2> ババがババが今あれですよだから今沖縄にある銀行の数と同じぐらいですよ。分かりやすい。大体分かりやすいよ。そんぐらいあったんですよ。短い。例えば茶団町のえっと砂部ババ公園はもともとババでしたし、名前ついてるもんね。ラジオ沖縄の近くだとあの城郭小の前の通りあそこ実は馬のちょ置物みたいながあるあるんですけど、それって昔ババだったよっていう。 昔は相当盛んだったんですねかポコンと開けた場所とかあるじゃないですか名古屋の貧困が始まるとかあの辺ももう大体競馬場っていう馬場へえーっへえーっへ場ーバへえしたっていう話ももしかしたら聞けるんじゃないかなと思いますけど相当盛んだったんですねはいということでこのイベント11月12日14時開演 えー、琉球新報ホールにてと入場無料ですけれども,も先着順というかもう申し込み先になってますんで、うん、一回連絡してください0988655213番となっておりますんでね、うん、はいあイベント当日オンライン配信も実施しますよということですので、うん、あオンラインでも見ることできるんですねあじゃあ一のリスナーさんも見れるそうですね県外の方も、うん、ねはい皆さんぜひチェックしてください、はい、さあもういろんな お問いい, <laughs> いや嬉しいです競馬の話ができるっていうのが嬉しいのに <laughs> すごい、ね、たくさんいるんですね <laughs> 競馬好きな方そう意外と言いますねルパンが愛した藤子ちゃんから、はい、馬の名前が面白いのもあると聞きましたが、うん、面白い馬の名前や好きな名前の馬を教えてくださいもう何十年も前なんですけど、はいとまの漁師っていう馬がいましたえ <laughs> 本当に糸満まんの漁師っていう馬ですこれ馬主があれってことイトマンの漁師の方ってこと

名前で付くこともあるのであと覚えやすいとか東海帝王なんて俺でも知ってるからねあそうですよね昔おまわりさんっていう馬がいて逃げ馬なんですよこれが逃げ馬ってなですか一番先頭走る馬だから実況でおまわりさんが逃げるおまわりさんが逃げるっていう実況で人気二文字が付けられるんで馬の名前って。もってて書いす ちが粘るるちちがが粘粘りきったみたいなアナウンサーは言いやすいけどね短いからああそうとかありましたよヒップさんが馬主になったらヒップ面白いっていう言ったらヒップおもしろいヒップ面白いい自分の名前入れるかい絶対9文字までなんでティーサージパラダイスは入れないんですよ9文字決まってるんだあそうなん パラダまででね中途半端中途半端中途半端勝つ気がしないこれ昼ボケでやりましたけど沖縄出身の馬の名前「母から高齢とかいっぱい出てきまして続きまして「馬野郎さんたちに質問」「石ころです」「結婚の挨拶行きがち競馬場見に行く馬野郎さんたちに質問」言うなよこれからまず説明してすらってねどういうことでしょうこれは 僕あの妻が県外の出身で挨拶行かないといけないってなった時にどうせだったら大レースがある時に行こうと思って天皇賞と同じ日程で飛行機取って天皇賞行った後に競馬場行った後にその足で結婚の挨拶に行きましたっていうとっても誠実なお話ですらねどうせだったらっておかしくないですか <laughs> どうせだったら何メインやがってせっかく行くんだったらっていうそのまあもちろん結婚の挨拶が先ですけどでもその時に勝った馬の名前がね技が良くてね「ラブリーデーって呼いますよ、はい 知らねよとってもなんかいい名前じゃないですかラブリーな日それはすごいけどねああそう質問ですね1以上12レースあると思うんだけどなんでメインのレースが11番目なのあとレースの名前の後に G1 や G2 ってあるけどその中に L ってあるけどで？結構いい質問だ具体的な質問ですねなさんがまずんでメインのレースは11番目なんですか これはですね12レース中11レース目にメインのレースがあるんですよメインっていうのは要は g 1レースとかですねこの日一番要はレベル高いグループのレース同じだから11レース終わって帰る人もいれば最終レースまで見て帰る人がいるので駅の混雑を防ぐためですあ帰るタイミングをずらすためですね一番最後で持ってきたらみんなこっちまで行って終わった瞬間みんなバッと帰るからコムからってことでかコムからもうずらしてるってことですに本当ですホえ知らなかった 十二番目は誰が誰なんかがしてんの？G2 とかいやもう本当にまだそんなに一回勝ったかなっていうくらいの馬ですね。あ,あそう一、うん、回で勝ったことがあるよっていうこの本人たちちょっとテンション下がるな。<laughs> そうですよね。じゃ十一番目の G1 のレースをあってみんな人が終わったって帰るみの見ながら走るんだろ <laughs>、はい、そうですね。え終わったレースの時みんな帰ってるしって <laughs> いうのは並ばこのメインレースが あれたらみんな外れてるじゃないですか。取り戻そうとして十二レース目に残りがちとなる。ああ、そういうのもあるんだ。なるほど。あと十二メインレースでちょっと失敗した機種がやる気出して勝つとかっていうこともあります。次のレースで。へそう。これは G1 や G2 ってあるけど、L は何？L はディステットっていう競争の略なんですけど、G1、G2、G3 っていうこう大きなくくりの重賞っていうくらいが高いレースのその下のクラス。 あのあれだサッカーのそう J リーグでいうと J1J2J3 の下の JFL みたいななるほどイメージですあそういうことかかなりマニアックな質問ですよこれは結構若い馬が出てたりするんでこれから有望な馬とかなるほどえ左足のひざ小僧と申します長山さんこんにちは長山さんの競馬歴は僕と全く一緒でダビスタで育ちましたあはいはい ノーザンテイスト、バーサスシルクスクリーン、まちかねいわしみず。なんだこの名前、個人的にはサクセスブロッケンを応援してました。好きすぎて、自分の子供の名前が小栗です。サクセスじゃないんだ。小栗は出てきた名前全部もう。まあ、小栗はおそらく小栗キャップですよね。うん、まちかねいわしみずってなんですか。これもだから。 マニアックすぎますって <laughs> ダービースタリオン3っていう <laughs> はい、はい、これ何十三十年くらい前に出たゲームなんですけどはい、はい、そこで種馬そのメスにつけるオス馬を選択するんですけどうん、うん、そのマチカネイワシミズが種馬あ種付け量が無料の馬ですね <laughs> <laughs> だからとっても切ないっていう <laughs> 普通何百万とかするんだけどマチカネイワシミズ無料なんですよ。<laughs> 切なくないですか?。もっと遺伝子的に価値を認めてほしい。これまあ、まあ、ゲームだから、ね。ゲームだから。からオファー待ちかねてるの、待ちかねなの。<laughs> 待ちかねっていう、まあ、冠ですね、だから、待ちかねなんとかっていうのがいっぱいいるんですけど。名字ですね。名字みたいな。名乗り頭みたいな。付 <laughs> けらんって人が蝶がつくみたいな感じで。あなるほど、はい。蝶の部分です。だから 深さよ <laughs> これレースだけじゃないんだこれ <laughs> 誰がなんていうの音を,音を鳴ってるかとかいろんなも関係な、はいまあるねへえそうかはいまだ質問ありますか、はい、えおいらのお湯までさん、えー、はいさひぶさん、えー、アンサー A とありますよとネット競馬もちろん中央競馬も楽しいけどひぶさん地方競馬熱いよだから平日は地方やって休日は中央っすね 7年近くなるけど地方競馬の騎士の名前は数人しか覚えていないよ、はい、あ,あと、えー、これなんて馬名でいいのう、はい、馬名でです馬名は面白い名前が多くて覚えやすいけどあれ実況泣かせだよね馬名はほとんどラジオネームよより定でつけていますよ <laughs> 今までの僕の投票成績っすか7年間で3連単的中は十数回あるかないかですね、えー、最高的中学は適当に選んだ馬券だったんだけど残高の数字がずらーっと増えていて 血の気が引きましたね生々しくて金額は言えませんが午後の仕事はきつい作業もにやついてこなしていましたしてなぜなぜか何かしらお金を使いたくて帰りにオイル交換させたら覚えてます <laughs> <laughs> 車のね <laughs> こういうのがちょっとやっぱ夢がありますね <laughs> うん地方競馬まで手を出してしまうとねこれどういうことまあさっきのなんだ天皇杯とかあんなのは要は中央大会ってこと中央競馬まあ農林水産省の直轄 まあ競馬テレビで中継されてるのはだいたい中央競馬ですね。はいはい。あとあの羽田空港の近くの大井競馬場とかは都内にあるんだけど、あら地方競馬。地方競馬、地方競馬これ管轄が違うってこと？各地方自治体があ管轄してるのが地方競馬。なるほど。あはは。じゃ都道府県が見てる。そうです。大井とか船橋とか佐賀とか高知とかは東京が見てるってこと？そう東京都競馬ってのは見てます。へえ。他はどんな地方にあるの？他は えー、金沢にもありますし、<ー>北海道とかね。北海道にもあるし、<ー>高知とか。関西にもありますしね。これやっぱりあれね、その出場する馬が全然やっぱ違うわけです。あレベルはもう全然、中央が高いです。でも、だからこそ、地方、うん、馬地方から、こう中央に出てきて。 買ってきたようなオグリキャップとかはそうななんんでですよ叩き上げキャップは笠松っていう田舎の競馬場から出たんですよ行ったらレベルが高くないところが出てきてそこで連勝連勝重ねて中央に殴り込みじゃあいって言って中央の g 1まで勝っちゃうっていう沖縄の芸人が m 1を取るような感じそういう感じなんだめっちゃドリームやしだから地方から出てきて東京で仕事頑張ってる人たちはみんな自分の姿を重ねたと思うんですオグリキャップにどうやったら上がれるの中央に。 それは地方でどんどん1位になってきたらなっていって研、まあ、球というか、うん、所属を変えるっていうあなるほどね、うん、でも地方競馬の方がやっぱファン層は癖がありますけどねあそう、はい、今の中央競馬なんて綺麗ですよ 家族連れも多いし、女性も若い女性。多いです。多いです。まあ、あの、サンタが鉛筆をこっちにさしてからや、なんか新聞から、ゴルフ巻いてからに。七新聞なんか、めもめもってか、なんか、負けたら、剣がぶわっ飛ぶみたいな。その人もまだいます。バリバリいます。こんな、ドこを飛ばすって人もいます。昔ながら。かわいそうだよってくらい、ババ言う人いますから。あ、そう。競馬場のね、このコーストラックの真ん中は、内ちばって言って、公園ですから、あっちは。 遊べん優子だったとオスグルメも充実しててみたいなどういうことテーマパークなんですもん競馬場ってええ知らんかわ割とベタなんですけどお父さんがこの動物園行こうって言って競馬場連れてって内側の公園で遊ばせて自分は赤ペ耳に挟んでみたいな動物全部間違いないけどなえっとねヒージャーパイセンさんからアンケート A と競馬場行ったことあるよ 仕事の知り合いに馬主さんがいて、うん、馬主席でゆっくり観覧、うん、並ばずに馬券購入させてもらったってばヤシ、うん、が馬主席入るのにネクタイがいるっていうのを知らなくてネクタイ買わされたってば、うん、して馬券の方だけどその招待してくれた馬主さんが「〇〇の馬主が普段入ってこない上等スーツとネクタイできてるから表彰式出る自信があるんだはずな」うん、って言うからその通り勝ったら見事的中、うん、<ー>儲けさせてもらったってば、うん、ヒプー競馬は馬見て回ったなんから馬主に負けちまいませ <laughs> これねこれ席に入るのネクタイじゃないダメなドレスコードがある多分そうでしょうね紳士のスポーツなんでヨーロッパの競馬場なんてほんでかい帽子かぶってる人いっぱいいますよ貴族やし貴族でかい帽子ぶつかるだろうってくらいでかい帽子みんなかぶってますあそうなんだこれは馬以外馬主もチェックするんですか馬主をチェックする方法がわかんないですねまずデータがまず出てこないから。 あそのその馬主の,この服装の意気込みっぷりで勝負気配があるかどうかってことですよねそこまではあれなんですけど<ー>いやでもこの名物馬主みたいないますけどねあそうドクターコパさんなんかも馬主ですからだったねなんかニュースで見たなコパの丸々っていうまんまやし馬はドクターコパさんの持ち馬です、はい、あと大魔神佐々木さんとかも馬持っててとっても成績優秀なんですよあそう、えー、泉谷さんから これ北海道が来てますよ<お>アンサー A 北海道といえば番縁競馬ね知ってる <laughs>、はい、サラブレッドよりもでっかいごっついバンバがそりを引くという競技です、うん、そりに乗ってるのはサンタさんじゃなくて1,000キロ級のめっちゃ重い荷物<う>これを引っ張って速さを競う、うん、コースには越えなきゃならない坂があるそれも2箇所あんまりきついから大間さんも坂の前で休憩するのが普通これも騎手の作戦 昔は北海道のあちこちでやっていたと聞きます。今帯広市の一箇所のみ北海道来た時はぜひ行ってみて。こんなんがあるんですか。これは名物みたいな、ねね、これはもう本当面白いですよ。さっきのあの沖縄のよは美しさを競う的な。はいはいはい。はやさじゃなくて重たいのを持って引く。そうです。まあ、結局ま早さ競うんですけど。誰が先か。あうもう超重量級ですね。1000キロ1トンやし。1トン。えー。 すサンブレッドじゃなくて馬もこう流々しく弾く用の馬で引いて人の方が早いかもしれないですもしかしたらそんなに速いはいあっ短歌ゆえ見てる時みたいな「頑張れ頑張れ!」って分かりやすい分かりやすいなるほどあと一個「浦安からスローブ快適引退生活さん」「いい名前ある用の A」と「近所に」 えー、中山競馬場ってあるんだけどいい、ね、有馬記念は観客が15万人ぐらい入るときあるわけさ、はい、東京ドームでも収容人数5万5千人だからさ人の声であの地響きすごいよ、うん、ヒ e プさん味わってみて年末24日日曜日だから来れるはずではこれこんなに入るんですか中山競馬場って入りますね毎年じゃないですけど入るときもあるでしょ15万市町村やしそうですね デージでは <laughs> 市町村というかもう市ですね有馬記念ってやっぱそんなに人気がある大会もう年末の風物詩ですからへえ<ー> G1 レースの時の場内の地鳴りってすごいですよ<ん>うおーってほ本当に地面から湧いてくるような歓声これをな,な,なんて言ってるの一人一人おーおお多分一人一人の声は「お、うん、あ,あ。 くらなんですけど、<laughs> これがどうっちかける十五万になったら、ーお。あ、<laughs> そうなの。<laughs> いてとか、残せーとか。おうおうあとスタートの時のこう新聞叩いたりとか。ファンファーレに合わせて。おうんうん。てえ、てれてえ、てれてえみたいな。テテテテテテなんかファンファーレがかっこいい<ー>っていうのも来てたよ。<ー>うん。はい。

皆さん質問などあればね、いくらでも答えます。ねいメッセージ待ってます。ええ、えっと、ゲスト過去最長の尺でございます。本当すみません。ええ、三十分番組一回やったみたいな感じ。本当にすみません。全然いいですよ。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。さっきあの北海道のね、独特の、そうそうそう、あの。池辺さんが北海道の競馬の馬って、ムルラオが乗れますよ。 <laughs> アンシマギーって国王号みたいなものってことかい,いやあの雑魚キャラが踏み潰されるなうん面白いですよみんなあれだな競馬のこと番内帰ってきてるな闘牛とバンバは同じぐらいの体重だねハンちゃんあんなでかいんか全然じゃあもうハシルーマとはあれが違うね、うん、こんにちはイブさんドミニク・プリンス・サンティーニですえプリンスついてたっけ <laughs> ヒープさん私は万馬券当たったことがありますよ200円が1万2500円になりましたね10万円かけていたらと思いますがさすがに人気度1,000倍ですからね無理ですよね1,000円でもかけてたらなっていう感じではあるなあでも分からんからねこんなのね結果は分からんからなうん こ、えー、こんんににちちはは島のですヒぶさんアンケートを B 初めてのこれは競輪だな競輪ではい適当に864で当てて100円が7万円においすぐテレビ買ったさやこんな場合はヒブさん安んせい後から呼んだ864に何か還元しないと864でやってるのにこっちは864だよこれねはいありがとうございます。皆さんいろいろやってますね もうはいこういうのね当たったの夢があるね、まあ、当たったのしか言わんと思うけど <laughs> 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 皆さんこんにちは東京都練馬区のゆうなパパですよろしくお願いしますこんにちは指摘オナアンサー A しょっちゅうではないんですけどありますよおととし久しぶりに3連単の誕生日馬券、えー、あ自分の誕生日に合わせた数字にするってことかこれ10。 「21」って書いてあるねを買ったら大穴の馬たちが来て大当たり100円が21万円になりました折りひゃ折りひゃちなみに大学時代にレース穴講座っていう某ラジオ局のレッスンに行ってたことがありますがレースを肉眼と双眼鏡で見つつ手元の資料を見て実況するっていうのが難しすぎて1ヶ月でやめてししままいましたそれでは今日生で聞きましょうね。こんなレッスンがあるののか競馬の 実況のレッスンデージ難しそうあれあれよねあの馬の名前って省略しては言わないんでしょ全部言う必ず実況全部言うフルネーム言う、はあ、デージだな,な1階に何頭走るんだっけ18大さを少なくして2頭ぐらいにしてしたら言いやすいさあのさ18いったらや え、もうこれ。名前を覚えるだけで大変だよ。ええー。いや、そう考えたらやっぱすごいね。あれ実況やってる人ってね。は、はい。えー、皆さん息子は眉い命です。ゆたしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日は雨降ったりやんだりの天気です。アンサー a ヒープーさん20代の頃に名古屋に季節校で働いてる時に沖縄の先輩に誘われて場外馬券売り場で。 1> 1レース菊花賞で1万円の馬券を買ったら37万当たったあっきさみよ来たねはい眉井那須さんありがとうございますマジかちょ中古車コーラリーじゃ37万はええそれからマユ井さんは優しくなったんだね人に <laughs> <laughs> いろんなものももらってますよ僕もコーヒー僕もらってるしなんかね ヒブさんアイラブリスナーの皆様ごきげんようやんばるからアイネスの風神ですこんにちはテーマスペシャル A 目を閉じると30年前の東京競馬場の最後の直線ひめを強く蹴り戦闘を爆走するアイネス風神これ馬の名前から取ってるんかラジオネームはまくれるものならまくってみろ白体勢メジロライアン圧倒的な勝利を飾ったダービー制覇アイネス風神 あなたとの最初の出会いは、東京競馬場のパドックでしたね。この日、白体制絡みで買うつもりだったが、あなたが語りかけた、買い間違えるなよ。その闘争心にみなぎる目。この瞬間確信しました。見事ダービー馬になったアイネス夫人。結局そのレースで燃え尽きたアイネス夫人。だからこそ強く心に残っています。自分の中ではナンバーワンサラボレットです。競馬のレースで一番儲かったといえば、リン・デン・リリー。 えー、メス馬ヒンバでしたっけで六十万ぐらいの配当がついてました競馬最近やってないなーヒージャウって馬買おうかなー今ヒージャー言ってんだ今 <laughs> <laughs> はいありがとうございますアイネス法人ってのはな馬から取ってたんか知らんかったなはいありがとうございます六十万かすごいなー、うん、ヒーブーさん久しぶりの競馬好き SS ですあそうだ そうですねはいアンケートへ競馬歴45年東京に30年住んでいましたが東京競馬場に行ったことがないんです中山競馬場が近いんで45年で家帰るぐらい負けてるかな <laughs> <laughs> 先週の天皇賞3点で的中したよお踊ってるしゃ、うんはい競馬好き SS さんどうもありがとうございます <laughs> <laughs> まあ四十五年もやってたら百円買っててもそんな感じにはなるかな。<laughs> でもそのうちでも買ってはいるんでしょ。<laughs> 引きこもごもですではありますね本当にね。はいじゃあコマーシャルです。ティーサージパラダイス。昼にボケとこ。<laughs> さあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストギリスを決めますよ。はい、えー、今週いっぱい来ておりますお題 無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何でボケていただいておりますよ大丈夫ディレクターもうこんな来て一生懸命選んでますけどはいいきましょう一発目ラジオネーム T143 の「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」<music>「祭りとかである紐とタイヤがついてる犬」 <laughs> いらんな全然いらんな俺も無人島のイメージ砂浜だからよ全然歩かんどい歩いたとしても持っていかんけどあれ一番いらんなんか無人島にあれはい続きましてあで絶好調っすね T143 の「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?指示棒」指あの <laughs> 先生が黒板刺すやつな アンテナみたいに伸ばしてからねこれこれこれね A×A×B とかやるやつねうん人いないのに <laughs> 続きましてメンマメンさんの「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」「<laughs> 揚げ揚げ飯のグルメ本」いや見たとてお腹だけすく。 あ,あいいなこのラーメンっつってラーメン屋ないからな無人島だから美味しかったなこれっつってあ絶好調っすね T143 の「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何スノードームこれあれかあの水入ってからにひっくり返したら雪が寂しいな <laughs> 死に寂しくなるな,なんかな人がいないからね自分しか。 なんかキラキラ綺麗だなっつって <laughs> えー、あ珍しいラジオネーミングうるま市の怠け者さんの無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何 <music> ここはは店舗の駐車場ではありませんっていう注意書き <laughs> あの違法駐車される時にやるやつね大丈夫よ誰もいないからこのままあるかな 店舗もあるかなもっと言ったら、えー、続きましてトモブンさんの「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」<music> しょっぱい三日月の夜って書かれたサイン色紙長渕剛さんだなこれ長渕のサインだな、うん、多分偽物だねこんな手書か,かんいよね自分の曲名ね長渕さん絶対偽物だな。<laughs> もしくはこの,この CD が出た時のキャンペーンか何かかもしれんけどこんなの書かないんだよな多分絶対。続きましておっしゃるよ今日絶好調 T143 の「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」。100番目かもういろいろ100個持ってっていたい揃っていると思うけど恋心持っていったとしても誰もいないからな。うんはい、あの 方言ニュースのウエチ先生も考えてくれっつって「<laughs> 昼ぼけ」はい個目っってて言ましたこれねこの昼ぼけのこの「100個目とじ <laughs>、ね、持ってくよ」っていう話を昨日行った病院の先生にしたら「死に受けてた」って言ってました先生爆笑してましたよっつって「ルパン返した藤子ちゃんの無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」 柔軟剤 <laughs> 意味あるかな <laughs> もう,もう洗濯もできるかなっていうまあ洗濯はできるかもしれないけどふわふわにする必要あるかな、うん、続きまして玉ティロさんの「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」<music>「勝おじさんが子供の時の写真 <laughs> これいらんだろこれ <laughs>」「どうのだったらまだどうのでもおかしいな」。 えー、昔の写真はやらないと思うよう相当お世話になったんだはずね政郎おじさんね今の写真じゃなくて子供の時の写真だからな、えー、続きまして黒幕さんの「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」<music>「中古車屋にある花のアーチ」「車に今てボンネットのところにかけられてるやつね」うん、うん 自分でくぐったりして楽しいんでしょうね一人で遊ぶきね楽しいなっつって花 <laughs> 余計寂しくならんかなこれラジオネームへっぽこたぬきさんのえ「無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何?」<music> えー「ラジオ沖縄ヒップさん生放送しに来てください」<laughs> うん「いや行ってもいいけど」<laughs> 一人だからねお客さんスタッフが多いっていう宮城さんがデイジ弁当とかあげるんですよ <laughs> <laughs> かわいそうなのさだって一人なのにや弁当余ってるから食べて飲み物も飲むもうまいテントに入っとけって言うはずです控えのテントに、えー、こっちこっちユンタンザヤシーさんの無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何 技術の宮城さんおりえおりえおりえ頼りになりそうだから何でもわからんすよマジでどこのお店が美味しいとかもいっぱいわかるからよでも無人島だからよ <laughs> <laughs> 巻くのとかロープ巻くのとかデージうまそうだよ一応大丈夫これは大丈夫ですそう頼りになるラスト T143 あっしゃびよえー、無人島に100個だけ持っていけるとしたら100個目は何 変な名のアイマスク見る人がいないんだよ。これね。自分でやっても自分でも見えないからね。<laughs> アイマスクやってるから。<laughs> はいで揃れました。じゃあですね。本日のベストオギリストはこれから決めるんですけれども、その前にはいこちらのコーナーです。 はいじゃあ本日のねベストギリストトギリ決めますよ、はい、無人島にね100個だけ持っていけるとしたら100個目は何かとまあもう主要なものは持っていってるんでね「うん、揚げ揚げ飯のグルメ本メンマメンさん」<laughs> うーん「見て想像して楽しむ」っていう「はあちなみに美味しかったな」っつってねお腹か少ねでもねこれねはいえー、黒幕さん「中古車屋にある花のアーチ」 <laughs> <laughs> なんかあの自分で作ったこの葉っぱとかで作ったお家の前にこうやって飾ったりしかねこれでちょっと生活に潤いがみたいなねはい教一これですねユンタンザヤシーさん技術の宮城さん <laughs> これはでも俺6番目ぐらいに入れてもいいかなって思いますよはいでもな道具持って行ってないからな なんか直してとかなんか作ってって文句道具持ってきてないよっ,つってって、まあその場合でももうおしゃべりの相手にはなってくれますからね。はい、いいと思います。技術の宮城さん。忙しいな。夫 <laughs> 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 人とあまで呼ばって <laughs>、はい。はさあじゃあ馬の話ですよ。ヒブさんこんにちは愛知県のピンガですこんにちは。 先ほど話題に出た岐阜県笠松競馬場の近くに住んでいます木曽川を渡ったらすぐです名鉄電車に乗っていると電車から見えますよ競馬場近くの道には馬通行注意の看板があります堤防を走っているとおじさんたちがぞろぞろ歩いているので競馬開催日が分かりますよはい愛知県のピンガさんありがとうございますあのね これこれこれれ55ゴーゴートラックさんも X で、えー「笠松田舎って言わんで昔は笠松駅のホームまで馬券の川になってたな」うん昔笠松競馬場は笠松駅から電車に乗ると名古屋に向いて左側に競馬場が見えるからおじさんたちが「あー」って言いながら電車の中から見ていたなやっぱ有名なんですねこの競馬場ふん 馬通行注意あれ競馬の馬ってさあれね散歩とかさしてんの散歩普通の道とか散歩さしてんのな中だけ。あーはーはーはーあそうか